ビトー・コル・レオーネ、ビトー・アンドリーニ・コル・レオーネ、ビート・アンデリーニ・コー・リオニーは、マリオ・プーゾの小説、ゴッド・ファーザー、及びフランシス・フォード・コッポーラの映画、ゴッド・ファーザー三部作に罵する架空の人物である。ゴッド・ファーザーでは、マーロン・ブランドが、ゴッド・ファーザーパート E では、ロバート・デ・ニーロが演じた。プレミアマガジンは、ビトー・コル・レオーネが映画史上最も偉大なキャラクターで、 あるとしている。エンパイアマガジンでは、10番目に、偉大な映画のキャラクターに選ばれた。また、アメリカンフィルムインスティチュート、AFI が、AFI アメリカ映画100年シリーズの一環として、選出した、アメリカ映画の名セリフベスト100では、彼のセリフ、I am going to, make him a n offer he can't refuse, 文句は岩さんは2位に、ランク入りしている。 プーゾの小説では、ビトー・コレレオーネは、ニューヨーク最強のマフィア、コレレオーネファミリーのリーダーである。彼は、マンハッタンのローアー・イースと、サイド・ヘルズ・キッチン移住してきた野心的なシチリア人として描かれ、マフィア帝国を築き人々から尊敬されている。小説のラストで彼は死に、末息子のマイケルが後を継いで、コレレオーネファミリーのドンにな、 微刀には他にも二人息子と一人の娘がおり、名前はサンティのソニー、フレデリコ、フレド、またはフレディ、コンスタンツァ、コニーで全員が物語上大きな役割を持つ。また、正式ではないが、ソニーの友人トム平原を養子にし、彼は後にファミリーのコンシリエーレ相談役になった。微刀の追いたちは小説と ゴッドファーザーパート E で描かれている。これらの作品によるトビ刀はシチリアの小さな村コルレオーネで生まれたことになっている。ゴッドファーザーパート E では1891年12月生まれと説明されている。微刀の父アントニオ・アンドリーには地元マフィアのボスドン・チッチオに敬意を払うことを拒否して殺された。微刀の兄パオロは復讐を誓ったが彼もまた殺された。 チッチオの部下が、美党の家にやってくる。美党の母は、自分で彼をチッチオのところまで連れて行き、美党の命乞いをした。しかしチッチオは、彼が大人になったら必ず復讐に来ると言って拒否した。拒否された母親はチッチオにナイフを突きつけて美党が、逃げる時間稼ぎをし、彼女も殺された。その夜、遅く、美党は、シチリアからアメリカへ行く移民で満たされた貨物船に乗った。 映画では、エリス島の職員が、アンドリーニが彼のミドルネームだと勘違いして、ビトコルレオネという名前にしてしまう。小説では、故郷との絆を残すために彼自身が解明した。その後ビトーは、ロワー,ーイーストサイドのリトルイタリーにある、アッパンダンド食料を品店で雇われ、主人の息子ジェンコと兄弟のようになる。ビトーはキューバン街にある、この店でまっとうな生活を始めた。 しかしブラックハンドで地元の元締めドンファヌッチが現れ、彼の老いをこの食料品店で働かせることを要求した。李東は仕事を辞めざるを得なかった。この時、小説ではジェンコの父親を怒鳴りつけて去っているが、映画では心境を理解し責めることもなく、謝罪の品も断っている。彼はすぐに生きるために軽犯罪と実行力を引き換えに、 忠誠心を得られることを学んだ。この時、彼は新たに、ピーター・クレメンザとサルバトーレテッシオという二人の友人を得る。1920年、リトーはファヌッチを殺すことで、初めて殺人を経験する。ファヌッチは、ビトー・クレメンザ、テッシオが盗んだ金を、罰書代として渡さないと、警察に通報すると三人を脅していた。リトーは、祭りの日に、ファヌッチが、 アパートに向かうところを屋根伝いに追跡し彼が到着してすぐに射殺したのだった。微刀は祭りの喧騒とタオルを巻きつけた銃で音を消し、三発でファヌッチを仕留めた。微刀はその後近所でファヌッチよりはるかに尊敬される存在になった。微刀は友人の名前ジェンコにちなんだオリーブオイル輸入会社ジェンコプラ映画では単にジェンコオリーブオイルという名前を 創業した。長年にわたって彼はこの会社を組織犯罪を隠すのに使った。ジェンコプラは会社としての実績も得てやがては国内最大級のオリーブオイル輸入会社になる。ジェンコプラの利益と不法行為によって美党は強力な資産家に成長する。1925年、美党は子供の頃に出て以来初めてシチリアに帰った。彼と仲間であるドン・マシーノは ドン・チッチオと会合のセッティングをする。そして、ビトーはチッチオの腹を切り裂き、家族の復讐を果たす。1930年代初頭、ビトーはコレオネファミリーを指揮し、アッパンランドがコンシリエレ、相談役になった。そしてクレメンザとテッシュはカポレジーム幹部に任命され。はじめは比較的小さかったものの、やがては強大な組織になる。 あとに、微刀の長男さん T の愛称、ソニーもカポになり、さらにはアンダーボスになる。1939年、微刀は組織の拠点をロングアイランドのロングビーチに移す。彼は賭博、酒の密売、組合を主な商売にした。微刀は友人やファミリーに、忠誠と道徳に厳格かつ寛大な男として知られていた。 それと同時に立場に見合った尊敬を求める伝統保守主義者でもあった。小説でも映画でも三人の友人、アッパンダンド、クレメンザ、テシオは決して彼を美党とは呼ばず代わりにゴッドファーザーやドンコルレ,レオーネと呼んでいる。小説と映画の冒頭において美党は娘が性的暴行を受けた葬儀やアメリゴ・ボナッセラが初めから彼のところへ行かずに 警察へ行ったことを非難した。微刀は自尊心を持ち冷静ではあるが暴力で物事を解決することも厭わなかった。彼の名付け子で歌手のジョニー・フォンテーンがバンドリーダーとの契約を解消するとき、微はバンドリーダーに死ぬか契約を解消するかを迫った。さらに映画界の権力者、ジャック・ウォルツがジョニーに大役を与えることを拒んだとき、 ウルツが大切にしていた馬を殺して、首を彼のベッドに置かせた。小説が始まって、すぐ、1945年の設定、微刀は過労時で暗殺者の手から逃れた。それは、バージル・ソロッソとの麻薬取引を断ったためだった。微刀は、麻薬は、汚い商売であり、取引に応じれば、友人の政治家たちも離れていくと考えていた。ソロッソとの会合の際、 ソニーは誤って取引に興味があることを示してしまう。微藤は会合の後に他人に意見の対立を知られてはいけないと注意した。微藤が外に出かけるとき、ポーリーガットクレメンザの下のソルジャーがボディガードを務めるはずであった。彼は病欠し、代わりに次男のフレドが車を運転した。洋が住んで家に帰る前に店で果物を買っていた。 そこにソロッツォの資格が現れ銃を取り出すとビトーは、キャデラックまで走り出した。だが車に戻る前に五発撃たれて倒れた。ソロッツォはドンが生き延びていることを知って2週間後に、再び殺害を試みた。マーク・マクルスキー、ソロッツォに金をもらっている、警察官がドンの護衛を会計務所に入れた。そして入院中のドンを無防備な状態にする。しかし、 ト刀の末息子マイケルが暗殺実行前に見舞いに来た。マイケルは父親の危険を認識し、看護婦の手を借りて部屋を移し替えると、病院の外にタッコへのふりをした。ト刀は怪我で3ヶ月間動けなかった。この間にソニーがファミリーを取り仕切っていた。ソニーは病欠していたガッ刀がソロッツォから金をもらっていたことを知ると、殺しの命令を下した。 また彼はライバルであるタッタリアファミリーが、美刀直属の殺し屋、ルカ・ブラージュを殺したことを知る。タッタリアが話し合いを拒否するとソニーは、鉄潮の部下に、タッタリアファミリーのアンダーボス、ブルーのタッタリアを殺すよう命令した。マイケルはソニーを、自分が、ソロッソとマクルスキーを殺して、あだを取ると説得した。ソニーはそれまでマイケルが、マフィアビジネスへの関与を、 意図的に拒否してきたことを指摘した。彼はまた、ソロッツォのボディガードである、マクルスキーが警察官であることも言った。だがマイケルは二人を殺害し、シチリアに逃れると、ドン・トマシーノにかくまわれた。一年後、ソニーは、妹のコニーが夫、カルロリッチから暴力を受けていることを知り合を、飛び出すがその時に数人の集団に暗殺された。ビトーは、ファミリーのリーダーに戻り、 再び部下を指揮し始めた。ソニーの葬式が済むとビトウはトム・平原にエミリオ・バルジーニと連絡を取るように言った。バルジーニは国内で二番目に力を持つファミリーのボスだった。連絡の目的はアメリカの犯罪組織のリーダーたちと会合を開くことだった。会合においてビトウは息子と復讐は一切忘れることを宣言しし、しぶしぶ麻薬商売にも同意した。 その上で彼は、シチリアに、個人的な理由で滞在しているマイケルを安全に、帰らせたいと話した。ビトウはもしマイケルに何かあればその場にいるドンたちを、疑い、必ず復讐すると言った。会合の後、ビトウは、バルジーニが、他のファミリーを利用して、これでオーネを潰そうとしていると確信する。マイケルがシチリアから帰るとビトウは、家業のやり方を教えた。しかしこれは、 本来微藤が末息子には望んでいないことだった。マイケルが長年の恋人ケイ・アダムスと結婚すると微藤は半ば引退する。マイケルはファミリーの狩猟になり、微藤がコンシリエレを務めた。微藤は犯罪からファミリーを解き放とうとするマイケルを手伝った。なお、脚本の初期段階では、それが微藤の計画であったことが示唆されている。 マイケルは平原をラスベガスに派遣してファミリーの弁護士として働かせ、ビトウの守護ファミリーがここで活動する基礎を築いた。クレメンザとテッシオはファミリーからの独立とラスベガス移行後にニューヨークで自分のファミリーを持つことを要求した。マイケルのボディガードアルネギとロッコランポーネガ後にポレジームになる。小説のラストでビトウは庭で孫のアンソニーと遊んでいる時に 心筋梗塞で死亡する。小説での彼の最後の言葉は、人生はこんなにも美しい。ライフイズ、ソービューティフルだった。ビト刀の死は他のドンたちにとって重大な事件だった。ニューヨークのカポコンシリエレたちが参列した。死の数日前、ビト刀はマイケルにバルジーニが会合を持ちかけその場で彼を殺すだろうと警告した。バルジーニが 中介役にコルレオーネファミリーの信頼できる人物を使用するだろうと言っそしてその人物はファミリーを裏切ったものであるという。離島の葬式の時テッシオがマイケルにバルジーニと会合の話を持ちかけた。場所はブルックリンのテッシオの島だった。彼はマイケルの安全を保証した。マイケルはテッシオが裏切り者であると知り、その後ニューヨークのマフィアのドンたちを皆殺しにした際に、 彼も殺している。さらにマイケルはソニーを罠にかけて殺した。カルロも殺した。実際には、マイケルとビトウは、彼がシチリアから帰った時に、ドンの皆殺し計画について話し合っていた。ビトウは、義理の息子であるカルロを殺すことに反対していたが、やがてマイケルが無許可でそれをやることを予想していた。ビトウ・コルデオーネアの小説、2012年の主要なキャラクターとして登場した。 この小説では1920年代から30年代にかけて力をつけていった若き日の彼が描かれている。第一作目でビトーコルレオーネを演じたのはマーロン・ブランドである。ゴッドハーザーパート E の若き日の彼はロバート・デ・ニーロが演じた。そして二人ともこの役でアカデミー賞、ブランドは主演団優勝、デ・ニーロは女演団優勝を獲得した。トコルレオネは 二人の俳優が演じその二人ともがオスカーを受賞した唯一の映画キラクターである。なお、ブランドはオスカーを辞退している。このキャラクターはエンターテイメントにも大きな影響を与えた。マーロン・ブランド自身がコルレオーネのパロディキャラを演じたドン・サバティーニが最も有名である。また、と、バットマン、ロング・ハロウィーンに登場するカーマイン・ファルコーには ビトーコルレオーネを少しだけ参考にしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。